え、こっからドーダブルで来るのね。危な。でーでー、ここここ2回来てる、3回来てる、耐えた。おっそすアイレッツ漂流の天空島、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続いて、一旦何やら新しい島に来れるようにはなったんですけど、ここ以外にもね、もう一個中途半端に進めてる島があるんですが、一旦こっちの島に前回来た形で終わってるので、一旦このままちょっとこっちの島を進めてみようかな。そこお金見つけるもの、こっちでいいよね。ここも一応開けれるもんな。開きます。なんじゃこれ。こう今です。はっ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 は、急げ急げ急げ、なんで登れへん、もう危な。頼むぜ、ギリギリ。お金とこれも重ねてダメージ多分出るんよな。ポロン、この仕様が微妙にまだよく分かってなかったりするんですが、敵に攻撃した時に小ブラスト系がこれで、あ、小ブラストがブラストに変わったんかな。あ、とりあえずアップグレード完了したし、いいよね。ブラストダメージとかそういう細かいの出てへんもんな。死亡回数15。頑張るもの。てかこれどうやって戻んねん。ここからのこう。おい。さあ、ああいうギミックもほんまにどうなるな、難易度ハードでいくことで変わったりしてるんかな。変わってくれてたら面白いんやけど、どうなんかがちょっとまだ私には分かりませんが、ノーマルでプレイしてる人、もしよかったら教えて。ズーン、よし、はい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 、っていうか別にあれか、モードはいつでも自由に変えれるんやったっけ。やったら別に俺自身で変えたらええってか、そういうことか。どっちだよ。ここ絶対、はい、ここ絶対壁あるやつ。しゃ、ああ、いける、危な。ええでいい。で続いては、すごいなんかこのトゲトゲギミックが続くな。その中で敵出るの、ツクテンツクテンツクテン、敵来てるよ、どいてどいてどいてよ、どいて。よいでした、簡単でした。あっ、なんか家が見えます。うん、お、グレイバードか。何か気になるものは見つかった。俺はまだ霊の墓を探しているんだ。何も成果はないけどね。ないんかい。この場所は昔精霊の踊り場の墓場につながっていたんだ。島々が離れた時、墓は全部ノースステーブル島に取り残されたんだ。唯一この島の一つ以外はね。でもそれが誰の墓なのか誰も知らないんだ。きっと雨で名前も消えちゃったんだろうね。そうなの？そんなけか。別に、お、登れる、登れるの。ってことはこっからのこっち。イエス、アップグレード。地味に火力アップにもつながったりするからね。ダブルジャンプで下に矢を放つやって、 HP 低下時に攻撃力アップ、こっちやな。おもろそう。ダブルジャンプで、あ、すごーい。もう避けてるだけでダメージ与えられんじゃん。イエー、こういうの素敵ー。お前敵ーでも上にいられると矢は撃てない。どっちや、あ、こっちか。
上は何もないね。よし、行くぜ。ファストトラベルゾーンだね。このマップはまだ来なきゃもんな。おい、あ、何この新しい、なんだろう、あれをじゃあ通れるようになったりする感じ。これは壊していいんかな。はっ、壊してあげるとなんかかわいそうな気がせんでもないけど。あ、ごめんな、なんか壊すわ。取り返しのつかないことになってないことを願う。はい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 、よし、いい感じです。楽しい感じが続いておりますわ。またお前ら。あーはっ、でそんだけ。またやな、これは。あそこ当たるっていう、そういう仕様ね。どっち、全然使ってなかった、どっちで。ひいひいひい、一匹でも、あ、倒せるわ。レバー引いて、そこ開けて。なんで二重扉になってたんかは知らんけど。はっはっ、空振りやめて。行きますー行きますー。あー、ほんのまに回復がやっぱ欲しくなるのよな。ずーっと回復が欲しい。回復の手段はやっぱセーブしかないんかな。ほっほっほっ、二段ジャンプで、よし。ほい、あ、 うまく当たらない。難しいな、狙って当てるのはちょっと無理があるかな。えよ、んーてい、まあまあ平和な感じが続いてるよ。こっちはなんもないな。この危ないの、危ないの、ほいほいほい、よいしょよいしょよいしょ、いけるもの。ポン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 、危な、やってくれたな。ポン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 、くそ、避けきれませんでしたわ。続いてが、そろそろでも HP 回復用のセーブかなんか欲しいけど、なんか出てきそう。こいつのでっかい版が出てきそうやん、この感じ。あ、これ別に壊せばなんとかなるもんな、これな。えい、大丈夫、壊す順番でも間違ったらとんでもないことになったりすんのか、これは。はっは、余裕だぜ。おる、おる、うん、二段ジャンプで当てるのでもやっぱむずい。いいよ、アップグレードが急にポコポコ取れております。攻撃を受けた時にブラスト、矢の速度アップ。あ、こっちやな。いい感じ。ランダムやけど、結局は最終的にあれ60個全部取ったら同じ感じになるのかな。これは、お、はっ、さっ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 、はい、甘い。お、セーブってことはボスの気配がします。でっかいのくるんちゃん、あ、違う、グレーバードや。お、これだ、忘却の墓。こんなところに一人で寂しいだろうね。うん、たくさんの生物が暮らしてるんだから、誰か墓の主を覚えていてもいいのに。墓の主を知らんのか。なんだか人生について考えさせられるよ。俺ももっと勇敢になってモンスターをたくさん倒して世界を変えられるような戦士にならなきゃね。って言うてるところで全然違うの出てきた。忘却の墓のまま来た。た、楽しそう墓。あ、グレーバード隠れた。バードちゃーん。
スンスンスン、あ、モーグル系か。危ない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 危ねえ。で、で、のーそんなギミック楽しいことしてくるやん。で、いつ殴んねんお前は。あ、ポン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 当たるね。で、ここむずい、大丈夫。で、この次、この次がさ、あ、違う、先と違う。チュッ、うわ、パターン変えてきやがって。で、はい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 、で、しっかりリス弓も打って、で、で、危ない危ない、おとなしく、おとなしく C の、これ、これむずいって。いや、それ避けられへんて。え、それ避けんのむずいな。あ、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 ポン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 、危ない。で、打つとボイーン。やってくれたな。もう見切った。スティック操作じゃなくて十字キーでプレイすればこんなのは余裕なのよ。スティックやから微調整ができてなかっただけ。なめんじゃないぜ。ハードモード全然余裕やからなお前。うぃー。で、ここ、問題はそれや。はっ、よし、どうだ、バカメガ、おーらおーらおーら、それ避けられへんのはなし。で、ここで、はいはいはい、しっかり殴って、しっかり殴って、あー、今のは避けれた、アホー、今のも避けれた、アホー、アホアホー、しっかりせえ、しっかりせえ、お前はこれも避けれるから。で、スッ、あと2発ぐらいか俺耐えられんのは。これ、これ、タイミング、よしよし。で、え、攻撃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 、うる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 、危ない。で、はい、あ、ここ、危な、さっ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 さ、これもうしっかり確実に避けまして、ん、避けまして、ん、確実に避けまして。何それ、あ、ドカーンだね。こっから本気だね。はいはいはい。で、どうくる、お前は大丈夫。で、こっからドーダブルでくるのね。危な、あ、でーでー、ここここ2回来てる、3回来てる、耐えた。ほい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 、はいはいはい、あぶね。なんかちょっと見た目変わってないお前。あれ、で、ジャンプ、いいね、いいよ、そういうのいいけど、あ、それは知らない、それは知らないし避けれない、やばい。はい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 、避けたい、それはジャンプに、ほっ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 あ、もうええで、え、もうええよー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 、どれや、いけたわ、許さね。最初の方ノーダメでいかなかな、余計なダメージ受けたもんな。フル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 、三三三三三三、はっ、よしよし、ほいほい、はい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 、で、これは避ける、避けるよ、それでしっかり避けて、大丈夫、うら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 、ポン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 、今殴りたいんやけどな、今できたら殴りたいけど欲張らない、この辺は焦る必要ない、早く倒す必要がねえ、そういうことでしょ、タイムアタックやってるんじゃねえからな、これこれ、よし、あれやばいな、はっ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 、いやもう今のいらん、今のめっちゃいらん、今のめっちゃいらんで、お前今のめっちゃいらんわ、はっ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 は、え、今のもめっちゃいらんわ、めっちゃいらんのばっかりやわ、ほっ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 、
殴れ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 、で確実に避けて、でこっからやばいんぞ、こっからが大変やからな。はい、スン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 、ででせせせせ、なんで当たんねんお前は。バカだれバカだれバカだれ、はい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 、絶対避けろ絶対避けろ絶対避けろ、よしよしよし、はい、ははははは、あおらおらおら、煽り散らしたのかこら、それ避けれへんやつやろ、避けれるもの、今度は避けれるもの、危ない、はっはっはっは、もうもらったでお前、多分避けること言わんとこ、あー危ない危ない、あー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 危ない危ない、はっはっは、よし、嫌だ死にたくない、わーわー、よっしゃもらった、どうじゃ、あれどうしたグレーバード、え？ってこと？うわ。どうなった今？泥と汚れの下に隠れてたのは普通の精霊だったのか。普通なんや。きっとそんなに悪いやつじゃなかったんだろうね。何年も一人でこの島で暮らしててちょっとひねくれちゃったんだ。ひねくれたのね。行こう。君はこのまま進みなよ。俺はこいつを精霊の踊り場まで連れていくよ。行けんのお前。他の精霊たちと再会できるようにね。大丈夫、お前に任せて。いやーなかなか楽しいボス戦でしたわ。程よい難易度って感じ。お、これが出てきたということはまた島がつながる？ん？つながった。おお、ああ面白くできてるね。これで今まで行けへんかったところが行けるようになったりするパターンもあるのか。あっちが行けへんよなって、上から来れへんよなって思ったところがこうつながるってことね。っていうか、あ、あそこ上あるやん、あそこでももう壁に梁があっていけへんかったよ。ってことはめっちゃジャンプする術みたいなのがどっかで出てくるってことか。へえ、面白いね、よくできてるよ。ああ、探索の要素も楽しくできてるわ。だからちゃんと島がつながっていくっていうことで、こうちょっとマップに変化が出るのが面白いね。今まで行けなかったところがそういう意味で行けるようになるっていう。どっかでなんか空に浮かんでる島を探索するゲームってあったけど、某そのなんか某メトロイドバニアに比べたら、あれはもうもはやメトロイドバニアでもなんでもねえよな。そんなやつあったな。これでせっかくやからこの辺行けてないところあるし、来てみる。ここら辺って俺なんで来てへんかったんやったっけ。あそこ上が行ける。はっはっはっは、なんかマップ見たらうまく見えない。ここの上があるっぽい見方が。そしてさっ、あれ違う、そういう意味じゃないのか。なんかマップ見たらさ、あそこ上なんかあるよね。え、あれは上に行くための通路じゃなくて、しっかり行き止まりなだけ。そういうことだね。そういうことにしとくね。どっち行こう。まだこっちの世界も全然行けてないしさ。ちょっとでも相変わらずマップにマークがつけれないから、なんで俺があそこの通路行かへんことにしてたのかっていうのが分からへんよね。時間経っちゃうとね。
セーブ。おい、ここのな、上を俺はなんで行かなかったのか、ちょっとそれを見に行くで。あ、こういうのがあるのね。これをだからマップにマーキングしたいのよ俺は。それがマーキングできへんから同じところ何回も行くはめになんやで。セーブポイントよりファストできたよね。ファストトラベルでちょっと一旦こっち戻って、ささ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 さ、あ、こいつらか。ういういうい、食らってモテる。うん、めっちゃ食らってモテる。ああ、余計なダメージいっぱい受けてる。こっち、あ、でもそっか、セーブポイントでファストトラベルできるけど出口はセーブポイント無理やねんな。ファストトラベルポイントしか無理やねんな。一旦ちょっとあっちに俺帰りたいだけなのか。帰らして、どっち OK で、さっささっさっさっさあ、危な、よし、ほらほら当たってるもんね、バカ野郎この野郎、やってくれたな。これで、あそこだから一箇所行ってへんとこあんのよな。でもそれがなんで行ってなかったかがもう思い出せてないから、もしかしたら今から行ってそこさっきそれで行けへんかったやんっていう無駄なやり取りが起こる可能性が。その前に死んだわ。よし、死んだし、どうしたろうかな。こっちから降りてった方が早いな。めちゃめちゃ遠回りしてましたわ。普通にこっちから降りてった方が早いです。さっさっ、行く、んただいま。これでも他の場所も多分めっちゃつながるように、あっち側から行けるようになったりとかして、だいぶまた歯車探しとかがはかどる感じじゃない？やんな、ここやっぱ上は行かれへんわ。 OK、 じゃあこっちから行けますように、右側行けますように、んーさ、行けません。あらら、あららだとなると、あそこも行けへんかったもんな。マップにマーキングができないとちょっと不便やな。頭の中で覚えとかなあかんけど、いろんなゲーム掛け持ちしてるとさすがに頭には入ってない。で、一旦こっちか。これでこっちのルート行ってないよー、こわ。はい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 、うる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 、弓様様じゃ。で、てここは来たもんな一回な。あれ、ここ来たよな。ここ来たらなんか変な音取ったよな。あ、こいつこいつこいつ。濡れないようにね、風邪をひいたら大変だ。さささ、さこれでじゃあこっちだ。でっかいなんや、トトロのやつ。あー、でもこっち行けへんわ。あそこを通るためにちっちゃくなったりするのか、メトロイド的なまん丸になったりするのか。はい、ここ俺は、えいえい、こういう風にこういう風に行けってことね。余裕だし、おい、ペロンチョ。金よりも
いやお金も欲しいけどな。まあお金は時間かけたら今んとこ別に取れるからね。一旦これでこのエリアこっち側から探索できるルートは多分俺全部行ったぞ。やめてん。だからこれでじゃあ、あははははは、あ矢の速度アップってそっちか。いやー連射するのが速くなるのか。俺てっきり矢の速度が上がるってさ、十分この飛んでいくスピード速いけどとか思ったけど、弾速じゃなくて単純に連打できるってことね。 RPM が上がるみたいな感じね。 OK。 じゃあどう、島がつながってきましたな。こっちの墓地エリアからじゃあ行ってみますか。楽しなってきたね、またね。あの案内人はもうおらんよね。当時はここ登れへんかったんやったっけ俺。ん、あ壊せる。なんかある。つながっただけか、そんな感じか。近道になったってことやね。よし、じゃあ、いやまだ右あるぞ。こっち、あよこせー。てん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 、余裕。ペロロンペロロン。 HP 低下時に攻撃力アップ、これも欲しいけど、まあ、ボス戦にはこれあるとある意味役に立つのか。 OK。探索も進んできてますわ。ってことは一旦下に降りてってあっちの島に移る流れでいいかな。一旦セーブちょっと挟んどくで。セーブン。よし、矢も回復したし OK だ。行くぜ。次は何が待ってますか。なんだかんだで、あ飛行船銃ってこんなに飛んでんの。3つ飛んでますけど、本来こういうルートじゃないのかい探索は。いや矢の速度アップこれいいわ。撃つの早なった。めっちゃこれはもっと早めに取っとくべきやったかもね。弾速上がってどうすんねんって思ったのにさ。は、射撃する行う回数が行う速度がアップするってことやもんな。よし行きます。これで下のエリアに入った。でこれは降りたら、あーダメージ食らうな。あの汚ねえのわかんのね。意外とネズミやのに綺麗好き。イコはそういうやつですね。こっちは、はっさっさっさ。そんなめっちゃ変わった敵ではないから、まあまあいいよ。すんすんすん。だ今の避けれなかったのはザコです。今当たったのもザコです。頼むぜ。はいはい、よし。もう早くも HP やばいぞ俺。あれ動く？敵としての反応があるよね。あれお前って、あれボスで、ボスでいたよねあなた。あれ どういうこと。チーンじゃなくて、チーンじゃなくてさ、え、あ、あ、
やばい、その距離やばい。よーし。いや、チーンじゃなくてさ、は？おいおい、あいつまた出てくんのけ？それよりもダメージ入ってるかどうかが、ボス戦じゃないから HP 表示とかがないからダメージ通ってんのかどうかがちょっとよくわからんかったな。あらら、そうきたか。無視したのかな。こうなるとすん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 、別ルートからちょっと行ってみようか。左の方にももう一個はしごの場所あるし、そっちから行ったろ。こっちだ。ねーねーのー、よし、これの、あ、行き止まりやったね当時。確かにここそういう行き止まりかそれはちょっと思ってたんと違ったわ。んじゃあ一応まあこっちから攻めてってやりましょう。でなるべくあそこまでノーダメージで行くよ。ぶね、ギリギリ、いやこっちから行けんのか。あー、はいはい、じゃあこっちから、あ違う行けへんかったわ。ついさっきのことが全然頭に入ってないわ。はいはいはい、弓も貯めておこう。倒すぞ今度こそ。こいつらでダメージ食らってる場合じゃない。やだ。よし、はっ、これで弓全開いったら。何もんやお前は。ポン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 、どっち？避けて。なんか、うわ、ちょっと待って、俺のいる場所に剣出すってせこない今の。ほいほいほい、当たってる当たってる。うわ、ほらそれ俺のいる場所に剣出すんせこいって、それは理不尽、それは理不尽ってやつです。うっす、ねー、避けー。全然いいけど、理不尽やろおめえ、やってくれやがって。あー、これはほう、なんか余裕じゃ。お前さっきからよう出てくんな。はいはい、下降りたらあいつがいいんやろ。おらへん、下降りたらあの丸々やつがおるんかと思ったらおらへん。で、お歯車、早くもゲット。スカイシティ飛行船の強化に使える。あとでも歯車3つ、それプラスなんかあともう一個部品がなんかいるとか言ってたよな確か。あ、こう帰ってくんのか。 OK、 一箇所これで行けて、で向こう側は確か行けへんかったんやんな。っていうことはぐるーっとまた回ってかなあかんやつやな。お金が700か。もうちょっと貯めないと剣の火力アップとかできへんかったよね確かね。いく、このまま上の方に行くんやね。この遺跡のマップだけやたらと BGM がちょっとでかいのは気のせい。はっ、あー来たなここな。あの時はまだ壁よじ登りとかができなかったけど、もう俺いけるで。いい、危な、はい、あお、それは危ねえ。しっかり、俺しっかり、はいはいはい、
全然バカ、下手くそなってる。でセーブが、あ、なんかセーブの場所ずれてない？いやそんなことないか。これが新しいエリアか。あ、こっちでやってる。いやセーブはマップに映ってないな。あっ、でどうした。はい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 、バカ野郎。で下、ここの下やな。こちら、あ、まずはアップグレード。あれちょっと待って、これいける？飛行船の攻撃力とかあるやん。外れた矢が自動的に戻る。え、なんかめっちゃいいの出てきた。こっちにしとこう。外れた矢が自動的に戻るのもいいし、飛行船の火力アップもあるの。っていうかここ行けないんですけど、あれってことはこっちまだかってことになるな。行かれへんもん、さすがに。おや、ってことは前のあっちの島に戻らなあかん可能性がこれで出てきたぞ。あ、こっちじゃなかったのか、順番的には。ってことは俺結構頑張って先のエリアをやっちゃってる感じ。どこ行こう。なんかあと一個種見つけなあかんかったんやんな、確かな。こっちか、クロックワークスエリアのあっち、あっちか、こっちか。いや登れねえ。なぜあそこを行ってなかったんだろう的な場所はあるけど、どうせ行き止まりなんじゃねみたいな空気がすごいあるのよ。どっから行くべきやろう。種をさ、一箇所、あと一箇所取ってこなあかん的なお話だったと思うんですが、力に行こう。ちょっとどこのエリアを行けば種があるか、やっぱ続けていくべきやったな。あの場所、別の島に行くべきじゃなかった。ここら辺来てるよね、下から行くやつ。うい、どうだ、はっな。ここは上行ける？あ、いける。あ、いけない。嘘。なんやねん。そんなんばっかりやないか。ってことは、ここも、多分、行かれへんと見せかけて、行けるやつ。いや、行けへんか？どうだ。なんや、このギミックは。あ、なるほどね。こっから。ああ。あ、むずそれ。しっかり二段ジャンプを使えってことね。はい、行けましたわ。ツンツン。しゃ。これで、うわ、縦か、今度。はっ。立って。立って。はい。今度は、そういう。ダメージ食らえばなんとか。ちゃんと壁ひっつけ、これバカアホ。はっ、バカ目が当たるか、なんなもん当たるか、ここから。あー、出た、蜂の巣的なこいつ。大っ嫌い。ホローナイトでもこんなんおったけど、こういうの大っ嫌い。はっ、せっ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 。外れた矢が自動的にそういえば戻ってる、全然見てなかったけど。この状態で、あ、戻ってるわ、ほんまや。やった。
俺はいいね。俺はだいぶ強化されていると言ってもいいでしょう。な、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 はい。慎重に。ささ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 さ。オッケー。結構来たぞ。まあそういう感じよね。だと思ったよ。でも簡単です。次は？あ？なんかアイテム。わ、嫌なやつ。はい、いやっつ。スン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 。やばい。矢が撃てない。足りない。しゃあ危ねえ。まだいる？おこっち絶対なんかある。ほらー。ゲッ。もうすぐ1000。で、あれぐるっと、あ、いや歯車あるわ。よかったー。お前なんかにやられてる場合じゃねえ。イエス。ゲッチュ。いいよでも俺が欲しいのは種の方じゃないかな。なんかウサギちゃんに種あと一個あげなあかんの違ったっけ。ほら、どうやったっけ。いや違う場所かこれ。種のエリアではないこの島。ちょっと場所が方向感覚がわからんくなってきております。なんかあのクロックワークスのこいつは確かにやったけど、あれはウサギちゃんの面じゃなかったような。そういえば今思えば、パッパッタッタッ、はい。で、こっち行ったことないんやな、俺な。あ、ただの取り損ねー。4、3、2、1、はい、無理。おーほっ、せっ、へっ、へっ、へっ、あ、取れてない。成功。さっ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 さ。意外と、シビアやな。のーはっ、さっさ、さっさ、3、2、1、よし。ででん、あ、もうお金しかなーい。じゃあ、お金しかしゃあなーい。まあ、ずーっと今までお金を無視し続けてたからな。さすがにいつか、ああいうカードになるときは来るやろうと思ったけど。おい、次が、あっちの右に行けてないのと下にも行けてない、いろいろ行けてないけど、ほほ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 ほ、こいつこんな硬かったっけ。迷ってるわけじゃないけど、マーキングがマップにできひんから、ちょっとそれであの場所何やったっけ状態になってるだけです。こっちは行かんでいいし、やっぱあっち側やな、行くのな。やめて、さっさっさっさ、避ける、当たってたまるか。お金欲しいから、でもやっぱ敵はある程度倒していかなあかんよね。あ、あれ、あれ取れてないのか俺。いやでも取るルートが、あれ、あーなるほど、まっすぐ俺前降りてってもうたのか。よしってことは、あーこのまま
右上か、いやでも右側はもう一個別の島が来たら行けるようになるっぽいよね多分。ってことはこのまま下に降りる方がセオリー感？こっちにじゃあ行ってみる。いやどうやって行けばいい、そこ下、いやこっちから行った方が早い、ファストトラベルの方が早い。こっち行ってそっちは登れないけど、こっちからポン、ああ、あったなこんな場所な。で、ある程度ギミックを進んでいくとボスがいた場所よな、この場所やな。クロックワークス、不気味だよな。クロック、あ、クロックメーカーでした。自分を高く評価したみたいだな。一つだけわからないことがあるんだ。島々が離れた時にクロックメーカーは島から落ちたのだとしたら、このギアを動かしているのは誰なんだ。自分が作ったものが忘れられないように彼の霊がレバーを引いたりギアを回したりしながらまだここにいるんだと俺は思う。それを倒したってことよな、だから前回な、あのボス戦をやったってことやろ。こっちのここを行ってないのか、俺はこっち側を行ってなかったんか。来たでー、なんかある。ささささ、いや俺でも登れるの、おい何それ、ワープできんのそれ。あ、元に戻る。え、ほんまはなんか違うクリアの仕方なんかな。俺別に登れるからいいんやけどさ。痛い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 、痛い。一応でも壊さないとこっちに行けないってことで合ってるよね。あー、こういうのがあるだけか。ペロロン。お、大ブラスト。郵便箱に謎の手紙を受け取る。気になる、それ一番。買っちゃう。ってことか。あ、合ってたね。一応壊さないと下に降りれないからってことか。でもこの登りができないと、多分取れへん仕様にはなってたってことやね。で、この先は奥行っても行き止まり。ってことは、一旦もう一個の島に行った方が、良さげな感じかな。まあ一応なんか、変なボス倒して、そこそこ進めれたとは思うから、まあまあ良きでしょう。こっからまた楽しく、お前おったな、なんかそんな。からまだ楽しくなっていくと思うんでね。壁ひっつけるようになったから、もはやこのジャンプ台いらんよね。壁に針がない限りは私大丈夫です。あそこの右側とかが気に並んでもないんやけど、この上はさすがに、あれ、いやでも行けへんようになってるよな多分な。いやな、この先が多分また島つながってからのお楽しみってことやろうから。 OK、 じゃあこの感じで今回は区切っておきまして、もう一個の島やな、もう一個の島にまた戻ってそっから楽しんでいこうかなと思います。あ、なかなか面白くハードモードできてますわ。それではまた、よろしくどうぞ。